どうも、陶芸家の青木亮太です。このチャンネルでは陶芸家を目指す人から陶芸を趣味で楽しみたい人まで、みんなが役に立つことを発信していきたいと思います。今回はダレンボルブラン、青木亮太の代表作の一つボルブランの作り方をみんなでシェアしていきたいと思います。このボルブラン、ディリリリーン、超垂直、しかも結構ね重いんですよ。これ、このシリンダーのボールね、実はねすごい使い勝手が良くて、すごい人気作品です。まあ料理入れてもいいし、まあ、お花を生ける人たちもこう購入されていくことも多いです。でこの特徴として、下がすごく重くなってます。土がぎっしり使ってここがね溜まってます。ちょっと絵で見せるとこういう感じ。このまあ、普通高台だとこう削っちゃうんだけど、自分はこう削らずにあえてここを重くしてます。このいいことは、例えばレストランとかでよく使われるんだけど、寒い時期温かい食べ物をサービスするときにお湯をねここに入れて溜めておくと、この生地の部分が熱を持ってくれるので、まあ、よく言われるのが、下げるときまでもずっと器があったかいと言われます。でこの今回このかっこいいボルブランの作り方、重要な3つのポイントをご紹介していきます。シャラーン、今回使う土は1キロになります。1キロね、結構重いよこれ。あざす、回心回心、倒す倒す。同心円のものを作るからね、ここでちゃんと芯を出しとかなきゃ全然できないっていう話なんですよ。これまたこれが、はい、芯出ししました。では今からいきます。基本的に どれくらいの大きさにしたいか、もうこの時点で決めてください。ここでね、もう見込みの広さ、いつもより広いでしょ、低くて広い。これを今から立ち上げてシリンダーにしますんで、いきますよ。てってでーん、ボルブラン、ボルブラン、ボルブラン、ニョキ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 、はい、で下絞ります。チク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 。ではまず一つ目のポイント、口元は絶対に広げない。粘土は生きてるから、ここで一回広げて閉じました。はい、綺麗な形できました。それだと粘土は生きてるから、焼いた後に広がってくんだよね、こいつら。まず最初から口は絶対に広げない、これやってください。じゃあ形作るね、この一瞬一瞬で。はい、じゃあここもまたね、下からしっかり粘土を取ってくる。で基本ですけど、一周回ったら上、一周回ったら、一周回ったら、一周回ったら上で、最後は口の元は力抜く、ふっといきますね。こういつもねこの倍ぐらいの速さで回すんだけど、はい、これでまず基本の形ができました。次にポイント2つ目、デレン、外と中の内ごてでこの形を整える。なぜかというと、この乾燥した時に口元だけがやたらと薄いんで、ここから乾燥しちゃうんですよ。で削る時にここがカリカリになっちゃって、削っ、まあ、ちょっとでも削ろうとしたらパキッて割れちゃうんですよ。パキッて割れちゃう。それを防ぐためにもうここら辺はもう形作ってください。外チャキーン、内ごて外ごて、こんな風に使います。いきますね、集中集中、チェックチェック、倒す、ワンツーワンツー、倒す、ワンツー、邪魔してんじゃねえよこれ、カモメ。いきます、ごめんなさい、静かになっちゃいます、結構集中。最後は力を抜く、美しいねこれ、これめっちゃ美しい。いや、プロは違うな。はい、あ、いや実はもうできちゃったの、これできちゃいました。じゃあ最後のポイント、こういう同心円の綺麗なものは、3つ目のポイント、外すときはゆっくりデリケートに外してください。じゃないと
ババッと外しちゃうと口元が揺れちゃって、せっかく綺麗に作った器もぐちゃぐちゃになってます。じゃあいきますね。こうゆっくりデリケートに、ゆっくりゆっくりゆっくりね、これ動かないように、こうほらめっちゃ綺麗でしょこれ。うわ綺麗、いい仕事してますねっていう感じでやってきます。でってでーん、わっ決まったな、これ会心会心、はいペロンキャッチできない弟子がいるかな、はいダメ、うわめっちゃ綺麗、なにこれ、ほら見てこれめっちゃ綺麗、見込みしっかりとって口元までちょっと薄くなる、このバランスを意識してください。指使いでいうとこう左指の親指の上に右上の親指をクロスして、で左手この2本使います、リリリリ中指薬指、右はこの中指だけ使います。これでクッ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 クで最後フィーで息を抜いてあげます。最初ね、ふなあいやーガブラブチョ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 ン丸ましっすよーみたいな、こんな感じ、これからの力の入れ具合です。じゃあ次、外後手の使い方をシェアしたいと思いますね。まず内後手、これチェキンチェキンクシ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 挟んじゃいますよこれ。外後手これで、内後手この丸いとこでこことここ当たってる部分だけめっちゃ超絶意識して、最後は力抜いてとやると、もう見てもらったら分かるね、外もね削らなくてもいいぐらいに綺麗になります。最後の3つ目のポイント、これ急いで取っちゃうとこう口がねこう揺れちゃうので、本当にもうデリケートに移動させてください。今回はボルブランの作り方でありました。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。またの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。今回滑るな滑るな、これ滑る、今回このボールブラン使って、ああいやーあざーす、潰れちゃったな、これはこれで焼いたら面白いかもね。じゃーん、新作できました。このまま焼いたらどうなるかっていうのちょっとまあ楽しみにしててください。むちゃくちゃかっこいいんだけど、このフューチャリング作品